マドンナ・マドンナは、ノルウェーの表現主義画家、エドバルド・ムンクによって描かれた、油彩画である。ムンクは1894年から1895年にかけて5つのバージョンのマドンナを制作しており、そのうちの1点のサイズは9170.5センチメートルである。また1点は現在オースロのムンク美術館が所蔵しており、別の1点は、 ビジネスマンネルソン・ブリッツの個人像となっている。作品の題名は、この絵がイエスの母、マリアを描いたものであることを示しているが、マリアの表現としては、非常に変わったものである。というのも、20世紀に至るまでマリアの肖像は、品の良い熟年の女性を描いた高等的な芸術で、あることが常だったためである。本作に描かれた人物は10代にも見えるほどはく。 感能的で、公式的とまでは言えぬにせよ、身をよじらせて、表情豊かなポーズをとっている。彼女は後ろに手を伸ばして、背をそらし、自分の肉体に干渉者の意識を引きつける。ただし、この変わったポーズにおいても、聖母、マリアの表現法の基盤となる重要な要素の、いくらかは体現している。まず、彼女は、性質さと、穏やかな自信を称えている。 またその目を閉ざして、つつましさを表しながら、同時に髪型からの光によって照らされている。より多く、光を身に受けられるよう体をよじらせることで、目を向けることのないまま自分の体を見つめている。これらの要素は、受体告知の場面を描いた従来の表現法の特徴でもある。叫びも参照のこと。二千四年八月十二日日曜日、銃を携えて、 覆面をかぶった男たちによって、マドンナと叫びがムンク美術館から盗難されるという事件が起きた。犯人たちは美術館の警備員に対して床に伏せるよう脅し、壁に貼られた防護用の綱を引きちぎり、黒い車に乗って逃走した。逃走に使用されたアウディエ6ステーションワゴンは、後に乗り捨てられているところを警察によって発見された。 盗まれた絵画は2点とも、2006年8月31日に、オセロ警察によって回収された。翌日文句美術館館長、インジー・ビジェーアーグ・イド・スティは、絵の状態は予想されたよりひどいものではなく、マドンナに開いた直径2.5センチメートルの穴も、修復可能であると述べた。実際には、叫びは、液体による損傷を受けており、完全な修復は不可能である。 対してマドンナは完全に修復され、共に2008年5月23日からオスロのムンク美術館で展示が再開されている。ありがとうございます。